はい、皆さんこんにちは。原坂爺さんです。今日ですね、ペチュニアの植え付けをしたいと思います。今日ですね、マドンナの宝石っていうね、マウントペチュニア、マドンナの宝石っていうね、名前がついた花をね、植えていきたいと思います。一株で80センチから1メーターみたいなね感じなので、ちょっと大きめの丸鉢をですね用意しました。どれくらい大きくなるのかね、フラワーオブザイヤーというね賞を取ったみたいで、そんなに大きくなるのってことですね。まあ、普通のペチュニアとあまり変わらないみたいなので、ちょっと大きめの鉢を用意して、今丸鉢にですね、丸鉢に、ボラ土を入れて、そして観光性肥料を入れて、土をあらかた入れてね、あと植えるだけになってますけどね、こういった花でございます。別名マウントプッチピンクって書いてありますけどね、ピンクの色ですね、ペチュニアということでね、これをぜひ、まあ、植えていきたいなというふうに思います。じゃあ早速ね、これ鉢からね、根鉢からこれ取ります。取ってね、ここにちょっとフラフラしますけどね、真ん中に植えてね、そしてちょっと固定させようかなと思いますけどね、まあ、こんな感じで、真ん中にセットしましたので、あと土をね、入れていきたいと思います。土を入れてね、固定させようかなと思います。よいしょ、なんか大きくなりそうな花なんですよね。これ一回植えてね、すぐ摘心をしたいと思いますね。短くね、もう摘心をして、まあ、冬に備えるじゃないですけど、来年を楽しみにね、植えてみようかななんて思ってますね。はい。こんな感じで土をね入れました。はい、こんな感じですね。あとはまあ軽く押さえて安定をさせて、まあウォータースペースをね、今根が隠れてると思いますんで、あとウォータースペースをね周りに作っておくっていうこと、あとこの後ね、水をあげればいいんですけど、たっぷりあげて、乾いた、乾くまで一回待って、その後の水をあげればいいかなと思います。あとは日常のね、ペチュニアの管理で結構だと思います。で、こういったものでね、ちょっと消毒をしとった方がいいと思いますんで、一回シュシュシュッとやってね、病気とか、虫が来ないように。で、週一ですね、こういったもので、水代わりにね、1000倍に薄めて週間に1回あげると、ペチュニアさんいいかなと思います。それから固形肥料ですね、固形肥料ね、まあこれ観光性肥料入ってますけど、下にも入れてますけどね、とりあえず2個ずつぐらいね、ちょっとパワーをつけるために入れとけばいいのかなと思います。はい、これで OK なんですね。あとね、早い時期に、摘心地は、ね、ちょっと短めにね、カットしようと思います。今、花つけて、まあ、一回花見てね、まあ、つぼみがあるので、その花を見て、その後ね、ちょっと短めにこう、丸く、こじんまりとね、しようかなというふうに思っています。いつもね、今日ね、ペチュニアの植え付けをやりましたが、マドンナの宝石ピンクと、いうねペチュニアなんですけど、いろいろ名前がつきますよね。最後になりましたけど、いつもコメント高評価ありがとうございます。チャンネル登録もねよろしくお願いします。登録していただくと私が投稿した時に通知が行き、非常に便利です。今ね、私の似顔絵が画面の上の真ん中に出てると思いますんで、
そこをクリックするだけです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら。